こんにちは、 AUFC インドネシアの皆さん。私はマリンプラセンタの発明者の江藤忠です。私は25年間にわたりサーモンの研究をしています。日本でサーモンは紀元前1万4000年前から食べられている最も歴史があるポピュラーな魚であり、かつ日本では神の魚として崇められてきました。今でも日本国内で11箇所鮭を神として祀っている神社があります。日本の平均寿命は世界一です。私は日本の長寿の秘訣がサーモンにあるのではないかと考え、サーモン由来の機能性食品を数多く開発し、そして特許を取得しています。マリンプラセンタ、マリンコンドロイチン、マリンプルテオグリカン、マリン乳酸菌、マリンアパタイト、マリンサーモンオイルなどです。マリンプラセンタは2006年に日本で発売され、15年以上多くの皆さんに愛されてきました。またマリンプラセンタは第三者機関で単回投与毒性試験を実施し、毒性兆候がないこと、復帰突然変異試験で遺伝子毒性やがん原性の陰性を確認しています。その結果、世界的に有名な日本の医薬品会社、化粧品会社、食品会社に採用されています。今ではインドネシアをはじめ、アメリカ、ヨーロッパ、中国、オーストラリアなど各国の厳しい審査基準にも合格して、世界中の皆さんに愛される商品になりました。私はマリンプラセンタを食べることで、世界中の皆さんが日本人と同じように健康で長生きされることを願っています。そして2021年が AFC インドネシアのメンバーにとって最高の年になることを願っています。